はい、こんにちは、アルブル木工教室の辻です。今日はですね、道具の使い方ということで、このトリマーですね、を紹介していきたいと思います。まあ、教室の中でも、すごい使用頻度の高い道具です。より、専門的な DIY をするときには必要になってくるような形ですね。で、まず何ができるのかというところから説明していきます。で、まあ、基本こう持って使うんですけれども、もうすごいダイレクトにモーターが回って刃が回るという、単純にそれだけの道具です。で、今こういうふうに刃がついているんですけれども、これが、ストレートビットというもので、溝や穴を掘るものです。で、まずは一つトリマーで、その溝掘り穴掘りができるという形で、もう一つはこちらが、今これ坊主面というものの面取りビットがついているんですけれども、その板の角などを、材料の角などを、面を取りたい、面というのはまあベベルですね、こう45度にしたいとか丸くしたいだとかで、その角を取りたいという時に、この面取りビットというのを使います。で、大きく分けて、どういう種類になっているかというと、まあ、まずは一つ、こちらストレートビット、こっちですね、こっちのストレートビットの方はローラーなどがついていません。で、片や面取りビットっていうのは材料の、端を拾って、使っていきますので、ローラーがついているような形になります。今じゃあそのストレートビットっていうのと、面取りビットっていうのを紹介したんですけれども、その他に、まあ、いろんな同じ種類なんですけれども、これだけビットいろいろあります。これがまあよく教室で使っているビットになるんですけれども、まあ一つ、そのビットの幅や形などで、まあ、すごい種類がたくさんあるんだということだけ、覚えておいてください。はい。でですね、このトリマーの構造なんですけれども、いろんなまあ種類があります。僕らが使っているのは、これ、両尾の、一番まあ汎用的なものですね。ホームセンターでも売られてますし、Amazon などでも買えます。で、いろんな、形になるんですけど、まあ、すごい、シンプルに言ったら、ここがどんなトリマーも外れる形になってます。で、そこにこのベースを取り付けて、この両尾のこのトリマーの場合はこうカチャッとはまって、ベルトがこういう形で止まる式になっています。その他にもこうネジを回して止める式のものもあります。いろんなものがあるんですけれども、基本は大きく、考えて、こういうふうにベースがまず取れますよというふうに、覚えておいてください。で、あとはそのネジで、ちょうどいいところで刃の出し具合を調節するものもあれば、こういうふうにこの両尾の、このトリマーの場合はこの持ち手部分を回すと、こういうふうに高さが変えれますよというふうになってます。で、高さが変えるってどういうことかというと、要はこの刃の出しろですね、何ミリの溝を掘りたいですかという時に、この高さをこの出し具合で、決めていくというような形になります。例えばこのベースからこの上までが1センチだったら、こう材料を掘っていくときに1センチの溝が掘れますよという形になります。はい。で、あとはスイッチですね。スイッチがどこについていますかというのも、例えばこういうふうに、引っ張る式のものもありますし、こう倒してやるものもあります。はい。で、使い方なんですけれども、基本は持ち手部分はこのボディを持ちます。はい。イレギュラーな時もあるんですけれども、まあ、こういう形で使っていきますよと。基本だから手に持ってこうやって掘っていくというようなものだと思ってください。その刃の脱着に関しては、基本、まあ、よほどのことがない限りカバーを全部外してしまった方がやりやすいと思います。で、だいたいトリマーを買うとこういうふうにスパナが2本ついてきます。はい。で、ここの、部分ですね、ここの部分で、開け閉めを行います。刃の抜き方なんですけれども、これ、絶対重要に覚えておくポイントです。刃が向いている方向があります。この刃がこういうふうに、刃物がこっち側を向いてますので、こう回転します。こう回転しますね。で、緩めるとき抜くときというのは、基本刃の向いている方向に回してあげます。なので こっちの、刃が上を向いているので、このここですね、
このナットをコレットですね、これをこちら側に回してやりたいんですけれども、まあよく何も考えずにやろうとするとこうこっちで手で押さえてグッと持ち上げて回そうとするんですけど、同じくこう手が動いてしまってなかなか力が入りません。なのでこういうふうにこの小さい方のスパナを下に押し当ててやります。で、この大きい方で、大きい方は垂直にこうしようとすると人間なかなか力が入りません。だから重力を利用してなるべくこれが寝るようにしてこういうふうに角度を調整してやります。で上から押してやるというふうにすると女性でも力がない方でもグッと下に下ろしたら緩んでくれます。まあ、ちょっと今チャイムが鳴りましたけど、ちょっとこのまま続けましょう。はい、これがさっきのが授業の終わりのチャイムですね。こういう形で動画を撮っています。でこのスパナの面白いところはここに持ち手から角度がついてます。だから例えばこれだとちょっと近すぎて力が入らないなっていう時にはこれをひっくり返してやると角度がついてこうなのかこうなのかで変わってくれます。だからそこを探りながらこれだったら力が入るなというところで、加えてあげてください。でこのまま体重で下にグッと押し付けます。はい、という形ですね。緩んだらこういうふうに少しずつ緩めていきます。そうすると、まあ、これ全部取らなくて大丈夫です。ここまで緩んだらあとは取れるはずなんですけれども、よくこれが中に食いついて金属がくっついていて取れない時があります。これよくあるんで覚えておいてください。この時に、どうするかというと衝撃を与えてやります。スパナで、ちょっとまあ暴力的なんですけど、ここの、ナットの部分を叩いてやると金属が緩んで取れるようになります。はい、こういう形ですね。この叩くというのを必ずしてやってください。はい、でこっち側叩いてしまうと軸に影響があるので、この必ず太くなっている部分を叩いてやるというふうにしてあげましょう。はい、じゃあこういう形で、抜けました。じゃあ、今、緩めて刃が取れました。じゃあこのまま一回ちょっと分解してみましょう。ここ接地部分ですね。はい、これを取ると全部普段は取る必要ないです。取るとこういうふうに、コーン、まあ、チャックですね。コレットチャックというものと、要は刃をしっかりこう締めてくれるものです。こういうものと、あと、このコレットナットに分かれます。で、まあ、分解したら、必ず、戻すときなんですけど、戻すときは、このコレットチャックがですね、こういうふうに台形になってます。山形になっているので、この細まっている方を必ず、ここ、上の方に合わせて入れてください。反対だと入るのかな、反対だと入らないですね。はい、なので必ずこういうふうに入れてください。はい、でそれをこのまま締めていくというような形になります。はい、普段刃の脱着に関してはここを全部取らなくても大丈夫です。こういうふうに緩んでいればそれで OK ですね。はい、じゃあまた刃を入れてみましょう。刃を入れて、で入れるときに全部下までグッと入れないでください。なんでかというと、まあ、歯の消耗が激しいんですね。振動などで、歯に負担がかかるので、若干こういうふうに少し上に上げてやります。こう下まで入れ込まないということですね。結構ですね、この入れ込むと音も、若干そのトリマーを使っている時に、大きくなるように僕は感じます。はい、じゃあこの状態でまずはちょっと手で締めてあげて少し浮かせて、今度は刃の向いている方向と逆方向に、締めてやります。まあ、なんでかというと、その刃って材料を削るときに負担がかかります。回転方向に抵抗がかかるので、抵抗がかかる方向に、刃が回ってしまうと、なんて言うんでしょう、その刃が逆に緩む方向になってしまうので、それと逆方向というふうに基本木工の道具は大体なってます。はい、なので締めるときは刃と逆方向にこのナットを回してやるというふうに覚えておいてください。これがまあ大事なところですね。はい、じゃあこういう形でつきましたのでカバーをつけます。ベルトを緩めて装着ですね。
はい、これが歯の脱着方法です。でですね、歯の脱着について今スパナーを2本使ったんですけれども、一応ここにこういうふうにロックボタンがあるものもあります。これ押してちょっと回してやるとカチッとどこかでこうロックしてくれます。このロックした状態で、やってあげたら、回してあげたら小さいスパナーがなくても一応外せますよという感じになってますね。この状態でこういうふうにやってあげてもいいんですけど、僕はちょっとやりづらいので小さいスパナーを使います。グッと押さえてスパナーをこう回そうとするとやっぱりこっちも一緒に回ってしまう形になりますんで、なのでまあおすすめとしてはきちんとこういうふうに、ロックボタンじゃなくて小さいスパナーを使ってしっかり、安全のためにも、脱着をしてやるというふうなのがいいかなというふうに思います。ではですね、まずこのメントリビットで、何と言うんでしょう、このパイン修正剤、この材料の面を取っていこうと思います。面というのはこの角ですね。はい、じゃあ一度、やってみましょう。コンセントは、繋いでいません。でこの高さを変えるとか脱着の時には必ずコンセントを抜いておいてください。何があるか分かりませんのでこれは絶対で、守ってください。はい、じゃあ高さを変えてみます。一回このベルトをですねカチャッと緩めてここをこういうふうに変えて、まあ好みの面があると思うんですけど、だいたいまあこの歯の、なんと言うんでしょう、 R が切れたところに今回は合わせてみました。まあいろんな面があるんですけども、今回はこの坊主面で行こうかなというふうに思います。はい、すみません、今コンセントを入れました。じゃあこの状態で面を取っていきます。でこの構えるときに、基本この空いてる面がどちらでも大丈夫です。向こうを向いててもいいんですけど、僕はどこまで面が取ったかとかを、見えるように自分側に、もしくは自分から見える横側に持ってきます。こうかこうですね。今この開いた口がこうかこういう風になります。でただこの口が開いてる方におがくずっていうのは飛んでくるので、まあ時と場合によってまあちょっと使い、方を変えるというような形ですね。はい、じゃあ今回ちょっと自分側に向けてやってみます。はい、じゃあ今回はすいません、よく見やすいようにこちら側にあえてちょっと向けてやってみようかなというふうに思います。はい、では、電源を入れて削っていくんですけれども、ここにメントリビットはローラーがついているので、これが何と言うんでしょう、こう材料の端に当たって削れてくれるというような形ですね。はい、だからそれ以上削りすぎるということがありません。ただ押さえの力が弱くてちょっと浅い面しか取れなかったら、もう一回このしっかりローラーが壁に当たるようにやってやったら何回でも綺麗な面に、最終的になってくれるというような形になります。で、一つ大事なことは、これ初めに何でも木工の機械はそうなんですけれども、材料に当てて刃物を回さないようにしてください。ここからスタートしないということですね。だから僕の場合はまず電源を入れて回りましたとなったら、その状態で初めてつけてまずベースを押さえて安定させてやります。でそこから刃をつけてまっすぐ進めるというふうにしてやってます。はい、じゃあちょっと一回実際にやってみましょう。少し音がうるさいかもしれません。そうするとですね、今こういう形で面ですね、この角が、きれいに取れました。こういう形でちゃんと、切れるいい新しいビットを使えばこういうふうにきれいに取れてくれます。これをサンドペーパーでやろうとすると不均一だったり結構時間がかかったり大変なので、こういう面取りビットがあると、まあ、材料の仕上げにすごいその差が出てくると、きれいに加工できますよという形になります。これがまあトリマーの一つの面取りですね。で、その進行方向、じゃあこう進んだらいいか、こう進んだらいいか
っていうところはすごい大事になるんですけれども、それはちょっとまた後で説明しようと思います。